平安国際金融中心は、中華人民共和国関東省新鮮市福田区にある超高層ビルである。平安国際金融中心は、中国第二の生命保険会社である、中国平安保険古墳有限講師が、新鮮市福田中心区1号に建設された本社ビルで、商業テナントも入る予定である。当初の計画では、先頭高660メートル、 健康558メートル、地上115階、地下5階となる予定であったが、最終的に高さは60メートル下げられた。2009年8月29日に着工し、当初は2014年12月竣工予定であった。2013年3月に80メートルの高さまで工事が進んだものの、コンクリートの建設資材に脱塩処理されない海の砂の使用が発覚し、 建設工事が中断された。その後、検査を通過したことで工事は再開された。計画通り完成すれば、最長部は660メートルとなり2015年現在、中国で最も高い上海中心や建設中の武漢グリーンランドセンターよりも高く、中国で最も高いビルとなる見込みであったが、2015年2月に、航空の妨げにならないように60メートル高さを、 下げて600メートルを完成時の高さとすることが発表された。2015年4月30日にビル上部のアンテナの高さが最長部の600メートルに達した。こうして最長部に達した超高層ビルの中でブルジュ、ハリファ、シャンハイタワー、そしてアブラー・ジュアルベートタワーズに次いで世界で4番目の高さとなった。また、ケーキ100の高さを上回り、 新選手で一番高いビルとなった。完成は2016年1月。ありがとうございます。